言語によれば、ジャーマンは日本語でドイツ語またはドイツ人という名詞です。海外留学の EF からの情報です。パコホーム京都大学によれば、形容詞は名詞を修飾したり述語として機能したりします。名詞を修飾する場合には語尾変化があります。ドイツ語では unbestimmter Artikel です。続けて訳すことができますので話してみてください。終了する場合はキャンセルと言ってください。モスクワについての情報です。モスクワは国際色豊かなロシアの首都で、ロシア西部を流れるモスクワ川沿いにあります。ウェブで話題の大学には、モスクワ大学、モスコフスキーペダゴギチェスキーガスダールストベンニーユニベルシチェと、ロシア国立研究大学経済高等学院などがあります。こちらがウェブの検索結果です。カレンダーで予定は見つかりませんでした。カレンダーで一致する予定は見つかりませんでした。私はいろんな音をお聞かせすることができます。乗り物の音、楽器の音、スポーツの音、動物の鳴き声、気になる音の名前を話しかけてみてください。